まあ、俺が46、7の頃だからな。で、俺今年で54だから、別に取る息は取れるけど、いや、結局考えてみ。ガオガオちゃん、お茶店ありがとう。初見よろしく。ああ、ニカ、人なんか引かなくて、まあ、まし、うん、言ってることはわかる。うん。引っ掛けなくてよかったとは思ってるよ。だから、俺なんかは、年中な、あ、こちらこそよろしくお願いします。だから、年中酔っ払ってんだからよ。免許なんか取んない方がいいんだよ。うん。そう、もんだな。ああ、葵ちゃん、俺が住んでるところ、まあ、いらねっちゃいらねえ。だから、電動チャリンコを買って、うん。乗り回してるだけです。あとは、アンツブとか、香川場行くときは、タクシー、ゴーって、ピッてアプリで、ゴーを呼ぶよ。うん。ゴーです。1000円だから。そう。なあ。だって、免許取ってよ。検問手前で降りて逃げたらどうなるんですかね。いや、それはわかんねえな、俺は。うん。まあ、乗ってねえ車がそこに止まってるだけだから、駐禁食らって終わりぐらいかもしんねえな、もしかしたら。うん。佐野さん、ずっと日本橋いるんですね。俺だから、最初に俺大阪来た時って、もう12年いるけど、最初の1年ぐらいは東大阪だ。で、その後、ずっと中国日本橋。で、途中で島の内に一回行って、中国のな。で、また日本橋に戻ってきて。日本橋って言われんだよな。日本橋なんだよな。大阪の。おっと、サトシありがとう、バーロー。決まった、ハフ、あら。そうよ。だから、まあ、俺が疑り深いのか、うん、なんかそういうのが透けて見えちゃうのかわかんないけど、ああ、キャンプ芸人も、だってか、モンタ考えてみ。あのキャンプ道具、全部、車一台で入りきんねえと思わない？なあ、誰か絶対ついてきてんだよ。荷物積んでくんのが。ああ。一人キャンプなんて言って一人じゃねえだろ、この野郎って。そうだろ？セッティングからしまいまで全部パシリがみんなやってんだよ。うん。だから、このなんだろう、焚き火台はこうであれとか、絶対言うだろ。ああこれは使いやすいですよって。もうプッシュしてんだよ、お前。年季入ってる道具なんかねえじゃねえかよ。そうよ。ああステマだよ。で、みんな不思議に思わない？キャンプ動画。流行ってるから上げてるやついるけど。なんでさ、あいつらってさ、キャンプをさ、焚き火ありきでやるの？映えるからやるんでしょ？世の中な、焚き火なんかやれるとこって、車で行って、小屋から薪買ってきて、火つけるところしかできねえよ。直火禁止だしな。
そんなの一人キャンプって言わねえだろ。だろ？だからプロもと言わずして、再生回数だけでてめえが儲けてるだけだよ。だって芸能人なんだから、一人で街中歩くわけねえじゃん。マネージャーついてくるに決まってんだろうがよ。だから案件じゃないんだって。でも本人には収益が入るの。それは何キャンプになるんですか。それこそ一人キャンプやるんだったら、なんかもっとハードなやつ言ってるんじゃねえの。うん。初心者キャンプやってるだけでしょ。金があって、うん。モリピーいらっしゃい。金があって、足があって、だったらバカでもできるよ。一人キャンプで高い肉は買わないよな。そういう映え系を絶対にやらないね。ただ、もう一人ごろってしてて、とりあえず、もうそれこそカップラでも何でもいいんだよ。うん。なんで肉焼く必要あんのかな、みたいな。肉は、キャンプで焼くより家で食え。か、もしくは肉屋で食え。意味不明だよ。と俺は思うけどね。ただ見てる方は、お、今日はどんなことやるのかなみたいな、そういうワクワク感はあるんだろうけど、うん。カップラー？いや、でもそれでもいいと思うよ、俺。一人で、になりたいから、ソロキャンやるんだろ？でも、一人が、だから矛盾してんだよ、みんな考えてみる。一人を満喫したいからソロキャンをやってるにもかかわらず、放送はしたいんだ。もうお前そこ全然、おかしなことになってんだろ、っていうの。じゃね？承認欲求も大概にしろよって話だよ。モンタ、虫との戦い？それは単純。標高の高いとこでキャンプやればいいだけ。ああ。河原でやったらアウト。以上です。愛は旬だな。あ、今ね。うん。で、もうだな。7月中がちょうど良かったんじゃないのかな。あとは、8月の半ばぐらいからは、落ち合いって言って、うん。サイズは上がってくるけど、味は落ちてくるって言われてるね。5月ぐらいは、血合いって言って、うん。あ、ハモはな、夏の、うん。でも俺あんまりハモは好きじゃねえな。だって、ハモ料理、まあ京都とか洒落たとこで出してるけど、なんでよ、あの梅肉なのみんな。同じ味しかしねえや。ああ。なんじゃこれ。だからもうちょい後半になってくると、松茸の土瓶蒸しに
入れるのが鶏肉からハモに変わってくるぐらいかな、銀杏と。ああ。ハモよりうなぎ、いや俺はうなぎ屋の息子だからだったから別にうなぎにこだわりはない。ああ。でもな、もうな、中国産の松茸はスーパーには並んでるよ。ああ。うん。うなぎは肝スープ、肝スープっていうか、お肝水っていうんだけど、うん、もうあるよ、出てる。うん、市場にも出てる。うん、京都産とか兵庫産は8月後半から9月入ってからじゃねえか、値段が一応高えけどな。うん、白焼きをわさび醤油ですか、デブリン。うん、俺もそっちの方がいいな。うん、佐野くんの実家のうな重っていくらですか。当時俺が小学生ぐらいの時、ね、うな丼が800円ぐらいかな。で、10になると竹重が2000円ぐらいだったかな、1800円ぐらいだったか松重が2500円ぐらいだった、当時はだよ。うん、俺が小学校だから何年前だと思ってんだよ。うん、今もうだいたい一番高いやつで5000円は超えるだろなあ。だべ？超えるよな、今な。ランチじゃ食えねえでなってよ、松重は。ああ。カレンダーが売ってた。本屋に行ったら。価格に見合う効能はあるのかね。違うんだって。日本人っていうのは旬のものを、やっぱり、息があるから。関東だからね、俺の親父がやってたのは。うん。一旦蒸すんじゃなくて、一旦白焼きをやって、その後蒸して、本焼き入る。コストパフォーマンス、あ、だから物には需要があれば値段が高くなるし、なきゃ下げなきゃしょうがねえんだよ。うん、ビク、これはね、うなぎはね、好みだと思う。ふっくらふわふわが好きだったら関東かもしれない。でも本当のうなぎの味が好きな人は関西だと思う、これ。別に関西褒めてるわけじゃねえけど。油を関東は落としすぎてるような気がすんな。うん。関西のうなぎは、うなぎ本来のなんか味が濃い。うん。いや、だから、どっちも好みだって。関東と関西の違いって何？まあ、裂き方は、背開きと腹開きの違いはあるけど、一発焼きだよ。うん。途中に中華に蒸しとか入んねえから。うん。タレぶっ込みの
一発焼きで、咲き方もちょっと違って、頭ついて竹串は使わない、関西は金串、うん、だからモリピーな、だ俺もこの間も言ったんだけど、関西のうなぎはタレは濃いんだよ。で関東はちょっとさらっとしてる。それはもう考えればわかる。関東は蒸すから油が落ちるから、タレの海苔がいいから、そんなにタレを濃くしなくてもいいわけ。でも大阪は、大阪っていうか関西は、油ギンギンだから、タレ自体を濃いめにしねえと、うなぎにタレが乗らないんだよ。うん。あ、それは皮の部分だろ。あれを硬いと思うか、香ばしいと思うかだよ。うん。そばとうどんは関西がやっぱりいいなって思う。まあ俺は好きだけどね。だけどここざるそばっていうか手打ちそばはやっぱ関東の方が俺は好きかな。あの友チョコにちょこっとつけて、あの黒いあのあれが俺は好き。うん、あ、岐阜は、どっちつかずだけど、頭ついてるんだったら関西スタイルだね。うん。蕎麦が関西はないだろ。そんなことないんだよ。あのな、関西の手打ち蕎麦屋ってめっちゃ混んでんだよ。大阪人結構行ってんで。うん。さらしなもいいし、引きぐるみ、うん、でもいいし、二八でもいいし、うどんはさぬきですね。その、また、その、うどんはさぬきですね。や、またこれの論争も始まっちゃうの？うん。蕎麦がきは食べる？あ、つまみとしては食べるときはあるよ。うん。大根おろしと、かつぶしで。うん。虹色、それ、俺、ちょっと読めねえな。脱炭そばっていうのか。どっかで聞いたことあんな。俺食ったことねえかもしんねえ。うん。俺でもね、あれが好き。うどんは、さぬきより、ひみうどんとか、あと秋田だか、どっちだっけ？何うどんだっけ？あれは好き。稲庭、好き。うまいな。稲庭はうまい。氷見もうまいで。うん。北陸の。あれどこだっけ氷見は。富山だよな。稲庭が秋田だったのかな。うん。
ああ、もうちょっとで新そばの時期が来るんじゃねえの？うん。9月の声聞いたら、新そば始めましたなんて手打ちそば屋で、なんか張り紙出るで。うん。